あなたはプロの殺し屋なのにすごく礼儀正しくて話しやすいけど、どうしてかなって。あなたはすごく話しやすい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では、早速続きからやっていきましょう。前回はね、ドノバンが2回目の来店で、ビールと強めのお酒ガットパンチか出したんですよね。で、気に入って帰ってくれたと。で、今度は姿が見えないドロシーが来て、で、ボスがホワイトナイトだったかなのヘルメット、忘れていったヘルメットをかぶってそのまま抜けないということで、ベーコンとドライバーだったかな、買いに行ったんですよね。はい、入れ違いでドロシーが来たという感じですね。では続きからやっていきましょう。これは光学迷彩じゃなくてビッグジャマーなのね。あ、そうそうそう、ふむ、つまりストリップの写真や動画を見たことある？って言っても服だけが見えてて人間が透明になってるやつ。どういうこと？世の中には透明人間フェチがいるってこと。宙に浮かぶ服に関する記事はまだまだ少ないけどね。そういうフェチの要望に応えたいと思ったんだけど、どうも取引先が私のリクエストを勘違いしたみたい。透明になれるものをちょうだいって頼んだんだけど、そういうことか。これだとカメラに対して透明になるだけみたい。それはそれとして、そのなんとかジャマを使ったら服も見えなくなるんじゃない？うーん、それは言えてる。他の方法を考えてみようかな。7個もモジュールなら大丈夫なのかも。7日も？うん、7日も知らない？軍用テクノロジーの開発企業なんだけど、最近になって家電も作るようになったの。ナノテクノロジーで生地とか素材やらを思い通りの色や質感に変えられるやつ。モジュールを買えば服も壁もテーブルも自由自在に色を変えられる。へえ、面白そう。後で調べてみる。でもそれで透明になるわけじゃないでしょ。私の記憶が確かなら、物体を人間の目にほとんど見えなくするモジュールも発売されていたはず。へえ。以前チェックした時はすごく高価だったけどね。人間の目にほとんど見えなくする？そう、でも完璧に透明になるわけじゃない。体を動かすと周辺環境の色ごとスライムみたいな感じで動くの。へえ、面白そう。それからリリムは目の仕組みが違うから私たちに対しては効果がない。でもそれがあればきっと。ところでまた独り言言ってるって何のこと？大したことじゃない。注文は？今日は気分がいいからピアノウーマンにしちゃおうかな。了解。ピアノウーマン、ピアノウーマン、ピアノマンとピアノウーマンだったよな。アデルハイド、あ、間違えた。アデルハイド5で、ブロンソンエキスが5で、デルタパウダーが2に、カルモトリン3、フラナガイド3。めっちゃ混ぜるんだな。熟成させてミックス。 OK、 来た。はい、ピアノウーマン。ありがとう、私これ大好き。気分がいい時や落ち込んでいる時に飲むとっておきなの。今日はどっち？今日はいい気分。めっちゃ笑顔。それはよかった。じゃあこれでおまけもらえる？金曜日にあげたチケットってなんで私もまだ覚えてるの？これをくれるなんて、あの男の人すっごく親切だったな。お店が犬であふれんばかりだったのが、返す返すも残念。せっかく飲む気満々だったのに。このチケットは使えないと思うけど、まあその場の思いつきで渡したものだから、こっちにも履行義務とかないし。ところで、ん？独り言言っちゃうくらい寂しいなら私が相手になるよ。ご飯代だけで付き合ってあげる。やらしいことは別料金ね。やめとく。相手ならもう猫がいるし。もしかしてあの猫にお金を払って？それ以上言ってみなさい。本物の透明人間にしてあげる。はーい。
でも必要になったらいつでも言ってね。あ、ジョン。よう、ドロシー。金曜日はいなかったね。週末はちょいと野暮用があって。週末と月曜日にね。はいはい、おっしゃる通りで。ってなんかちょっと今気づいたけど、ジルって女の人なのかな。今更だけど。デート？だったらよかったけど。何何何してたの？あまり話したくないというか。ちょっとハニー、この人何してたの？知り合った当初からずっとギルは隠し事ばかり。彼の過去は霧に包まれていて、雪の塊みたいになってる。雪の塊？そう、掴もうと思っても雲を掴むような話ばかり。それに人間は嘘をつくものだし。ボスは何か知らないの？私が口を出すことがないとか言ってたから事情を知ってるみたい。でも知らない方がいいかな。別に知る必要もないし、考えるのも面倒だし。あの、俺ここにいるんですけど。何か間違ったこと言った？いやでも、まあいいか。そういえばあなたのボスはどうしてヘルメットをかぶってたの？見つけたからかぶったから抜けなくなったんだって。そうね、見つけた穴に手当たり次第突っ込むのは良くない。当たり前でしょう。以前ガラス瓶を自分の穴に入れたらどうなるだろうって考えた女の子が。コホン、そういう話にはまだちょっと早いんじゃない？そう。ところで昨日は顔出さなかったね。何があった？私にだって仕事があるんです。でもいつもなら仕事前に来てるじゃない。もしや私がいなくてそんなに寂しかった？昨日はね、いつもと違って一日中仕事をしてたんだ。あまり詳しく知りたくないような。ちょっと変なお客さんなんだけど。変態って意味じゃないよ。私に自分の娘のふりをしてほしいって依頼なの。はい。なんかジル女の子なので女の声にしましょうか。いきなりだけど、なんかちょっとしっくりこなくなってきた。どんな声にしようかな。娘のふり？そう、朝11時にその男の家に行って、指示通りの服を着てそこで1日を過ごすの。ゲームをしたり、時々その人に愛してるって言ったり、そろそろ寝なさいって言われたらベッドに行ってそれで帰る。性的なことは何もなし。私を押し倒して地獄かな、するんじゃないかって。あー、何だったかなこの感じ。まあいいわ。思ってた時期もあったけど、でもこの3年間そんなことは一度もなかった。3年間？そう、年に1日だけ行くんだけど、これで3年目。あ、でも去年は娘さんの誕生日パーティーで娘役をやってくれとも言われた。ちょっと待って、その人には娘はいるの？いないの？昔いたんだけど4年前に亡くなっちゃったみたい。そう。なんでかな、そういう人に魅力を感じちゃうの。そういう人って？別に何でもない。ムーンブラストをもらえる？わかった。ムーンブラストすぐにお持ちします。ムーンブラストか。うん、甘めかな。おお、当たった。あー、声ちょっと失敗したな。あれ気に入ってたんだけどな。もうあれで押し通すか、やっぱり。あの声気に入ってるからな。あれで押し通そう。あれ、オンザロックでブレンド。おかしいぞ。アデルハイド6、フラナガイド1、カルモトリン2、デルタパウダー1、オンザロック。ちょっと、あー、じゃあダメか。オンザロックの時はあんまり混ぜちゃいけないのかもしれないな。それでいってみよう。この一発でこの決まった時の、ああ違った。うん、
ということはオンザロック入れて6112オンザロックでブレンド、シャカシャカまで行こうか。じゃあ、おお来た、シャカシャカまで行くんだ、ムーンブラスト。はい、このカクテルちょっと面白いよね。そんなに好きでもないんだけどなぜか飲んじゃうんだよね。純粋なアルコールに沈んだ砂糖みたいな味っていうかね。あなたが好きなのもうなずける。あなたに聞こうと思ってたことがあるんだけど。え、私は独身であなたが女の子でも気にしない。やっぱりそうだ。あなたが女の子特に好き嫌いがないだけでしょ。ええ、まあでも聞きたいのはそれじゃなくて、 DFC72 モデルはみんな子供みたいな外見なの？それはどっちとも言えない。工場出荷時の私たちは子供のような外見なの。できる限り人間に近い発達過程を取るように作られているから。じゃあ最初赤ちゃんみたいなの？いいえ、出来たてほやほやの DFC72 には10歳から13歳ぐらいの見た目をしている。後々アップグレードしやすいようにね。なるほど、アップグレード。 DFC72 は成熟度テストに3回合格すると工場でのアップグレードができるようになるの。それをやるともっと年上の肉体と交換される。へえ、アップグレードする人もいればしない人もいる。あなたはどうするつもり？わかんない、今んとこ私はレアな方だから。この商売で私みたいな体をしているリリムはそんなに多くないから。あ、それがリリムか。これが強みになると。なるほど、アンドロイドだな。で、その強みを手放したくないってわけ。どうして？私を買う人の半分は私が私だから買ってくれるわけじゃない。あ、まあ確かにな、アンドロイドだったら普段からどれだけごっこプレイをさせられてるか。だから幼女的な見た目を捨てたら商売をやっていけなくなるかも。そんな風に考えたことなかったな。それどころか全く考えたことないけど。だから引退するとかそういう気になった時かな、アップグレードするのは。今んとこはこの体で満足してる。なるほど。お、なんか新しい。ジェイミー、ヨー、ギル、ジルとギリアン、ヨーコ、ん？二人ともあだ名が紛らわしいからね。そんなことない。ジルがジュールズって呼ばせてくれりゃそれで解決なんだがな。ジュールズと呼んでごらんなさい。あなたが座るたびにシェイカーをガタガタ言わせてやるから。はいはい、わかったよ。ジェイミー、ちょっと待っててくれ。こっちを片付けたらすぐに行く。ああ、ごゆっくり。こんにちは、船乗りさん。こんにちは、お嬢さん。ドロシーって呼んで。あなたはジェイミーね。よろしく、ドロシー。ねえねえねえ、私に一杯おごらせて。いや、そういうわけには。そういうわけにはいきます。この間たくさんボーナスもらって今日は機嫌いいから。無限に断るのも失礼か。分かった、そうさせてもらうよ。やった、じゃあ私にサンシャインクラウドを L で。俺はガットパンチでいい。サンシャインクラウド L とガットパンチ。ちょっとしみったれたこと言わないで、もっと高いやつ頼んでよ。そこまではできないよ。この子の態度見てみると不安になる。じゃあすぐにお持ちしますね。なるほどな。ガットパンチは確か男らしいだったよな。これなんかあの人に出したことあったよな、あのどの番にな。L サイズ、普通サイズのガットパンチ1,2,3,4,5と。熟成させるのはそんなにあれなんだよな、時間はいらないんだよな。こんな感じで、でガットパンチで、サンシャインクラウドも確かあの被害妄想が強い女性に出したよな。あれは甘めだったな。あ、違った。え、なんだったっけな。
エレガントかクラシック、エレガント、ガーリーか、エレガントだな、ガーリーか、あ、ガーリーだった、うん、このあたりもちょっと覚えて いかないとな、すっと出せるようにな。で、これで、L だから、ちょっと待ってよ、22の配合だから2、3、4 1、2、3、4で適量オンザロックでブラインド、ん、これじゃダメなんだ、6入れてみようか、じゃあ6でカルモトリン適量オンザロックでブレンド、シャカシャカやってみるか。あ、いや、でもサンシャインクラウドあんまりシャカシャカやらなかったような気がするんだよな。6適量オンザロックでブレンド、ん普通に読んでいいのかな、倍にしてみるか、シャカシャカまでいくか、まあ今でもシャカシャカまでいってるけど、早いシャカシャカ、あー早いシャカシャカだったか。こちらとこちらになります、ありがとう。注文通りでありがとう、ドロシー。いいってこと。ジル、君もありがとう。仕事ですから。ドロシー、一つ聞いてもいいかな、プライベートなことなんだが。私の料金を知りたいなら最新の一覧カードがあるよ。ホテル代か夕食代を、ま、持ってくれるなら割引しちゃう。いや、そういうことじゃない。じゃあ何、これまでありとあらゆる質問されたから何でも聞いて。DFC-72 モデルは人間の体内に追跡用ナノマシンを放出するという噂は本当なのか。え、そうなんだ。 DFC-72 があなたの穴という穴を犯した後に、まあ、ああまあそうだ。それは都市伝説みたいなものね。誰もその誤解を解こうとしてないけど、真実ではあるけど同等に真実ではない。あ、同時に真実ではない。詳しく話してくれるか。確かに私たちは追跡用ナノマシンを装備してるけど、それが放出されるのは警戒モードが作動した時だけなの。つまり暴行されたりした時ね、当局が犯人を追跡できるように。なるほど。まあバグも多いんだけど、聞いたところによると結婚初夜に緊張のあまり爆発しちゃう。そうなんだ。 DFC-72 もいるんだって。そうなると結婚相手はハネムーンを留置場で過ごす羽目になる。なるほど。それに私は体を大改造しているから、今でも追跡用ナノマシンが放出されるとしたらすごい根性としか言いようがないね。あと、そういうナノマシンがパフォーマンスを上げてくれるっていう噂もあるけど、バカらしい作り話よ。今度は私が質問する番。もちろんだ、どうぞ。あなたの体のうち生まれつきの体のままなのはどれぐらい。時間経過で皮膚が治癒するぐらいには残っている。そうじゃなくて、私が聞きたいことわかるでしょ。俺に答えられるのはそれだけだ、お嬢ちゃん。あら、そういいもん別に。ハニーもう行くね、その意地悪な人とよろしくやってて。ありがとうございました、またのお越しを。大したお嬢ちゃんだな。あの子は仕事に一生懸命だから応援せずにはいられないっていうか、誰に対しても遠慮とか一切なしだから時々問題を起こすんだけど。よしと、こっちは片付いた。そう、じゃあ私は安ギル、お前の乙女チックな手を貸してくれ。今行きます。すまん、ボスが呼んでるからその間接客を頼む。わかった、大丈夫。休憩の邪魔をしちまって悪いな。いえ、こっちこそ私が相手でごめんなさい。何の問題もないさ。ええ、でもあなたがはギルか
お相手した方が楽しそうにしてるから。何か飲みますか？マーズブラストお願いできるかな。マーズブラスト、お安いご用です。マーズブラスト、まずね、間違って別のなんちゃらブラストを出さないようにしないと。マーズブラスト男らしいだろ、多分な、うん、この人めっちゃ男らしいから風貌でわかるわ。フラナガイド4で、カルモトリ2と、なんか弱い混ぜが通用しなくなってきたよな。ある程度混ぜて、あー違う、じゃあよく混ぜる系か。あ、間違えた。あー、いいんだ。6142だな。オッケー。一杯飲めば顔色は火星さながら真っ赤っか。めっちゃ強いんだな。どうぞ。若くて頭がぼーっとする、まるで戦争だな。あ、苦くてか。戦争に行ったことがあるんですか？人生は戦争だよ、毎日が戦いだ。行ったことはないんですね。まあちゃんとした戦争にはな。しばらく前から不思議に思ってることがあるんだけど。どんなことだ？あなたはプロの殺し屋なのにすごく礼儀正しくて話しやすいけど、どうしてかなって。あなたの性格は仕事とは関係ないんだろうけど。ありがとう。どうしていつもそんなに穏やかなの？警察がいきなりガサ入れに来たりするかもしれないのに。そうだな、まず俺は全てをできるだけクリーンにしようと努めている。次に俺は厄介事を求めてここに来ているわけじゃない。だから警戒もしていない。最後に俺が他の人間にピリピリせずに済んでいるのは君のボスのおかげだ。ボスの？彼女の凄さをこの目で見てきたからね。ここでは安心していられる。そうか、ボスも彼女なんだな。俺がおかしくなっても彼女が何とかしてくれるだろう。おかしくなる？あなたが？まあ気にするな。そんなこと言われても気になるけど。うん。ひょっとしてボスが機械の腕をつけてる理由を知らない？暴走したサイボーグレスラーと戦った時に腕を切断したと聞いたが。まあ単なる噂だな。結局分からずじまいか。本人に聞いてみたらどうだ？聞いても謎がある方が面白いってはぐらかされちゃうから。もしかしたらそういう噂はボス自身が広めているのかも。ああいう人だから噂通りだったとしてもおかしくないし。いつか僕のボスの試合を見てみたいな。そうするべきだ。大した見物だぞ。朗報だジール、ヘルメットが外れた。休憩に行っていいぞ。よかった、楽しかったよジェイミー。ありがとうジル。休憩入ります。行ってこい。お、休憩入った。はい、じゃあ、キリがいいのでここまでにします。はい、またバルハラ期待していてください。なんかすごいな、もうすぐ終わってしまうというね。はい、では、次のバルハラ動画で。ユーロでした。バイバイ。